いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手ドジャースの最新情報をご紹介いたしますドジャースエース各グラスの長期離脱の可能性ロバーツ監督まだキャッチボールも再開していないロサンゼルスドジャースのデイブロバーツ監督は21日日本時間22日右肘の炎症で15日間の負傷者リスト IL 入りしているエース格のタイラー・グラスノーについてまだキャッチボールも再開していないと語った16日に IL 入りした際監督は IL 期間を経てすぐに復帰することを期待していたが長期離脱の可能性が出てきたグラスノーは策オフ5年総額1億3500万ドルの大型契約でドジャースに入団したキャリアを通して怪我に苦しみ昨季までシーズンのキャリアハイは120イニング今季 すでに134イニングを投げておりドジャースはグラスノーの体調管理に神経を尖らせているグラスノーは IL 入りした後の取材で IL には行きたくなかったが決まったこと球団の判断は理解している彼らの優先事項はポストシーズンだと述べたグラスノーの怪我が予想以上に悪化しているのかそれとも球団が慎重にリハビリを進めるために復帰を遅らせるのかわからないが9月初旬の復帰はなさそうだ 山本由伸が9月中旬に復帰の見通しとはいえ先発陣は盤石とは言えない現在先発ローテーションに入っているウォーカー・ビューラーボビー・ミラーは不調から脱出できず現在安定した投球を続けているのはギャビン・ストーントレードの目玉として獲得したジャック・フラハティの2投手しかいないチームは3連勝で打線も戦力が整ってきたが先発陣に不安は残る 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。